福岡には国が出ますよ。今日の散歩はビーチ。またまたルルちゃん泳ぐ気でしょうか。おー、ルルちゃん、なんと開放的な朝の散歩コース。向こうが昨日の干潟でアイランドシティで、こっちがテルハ、テリハ。ワンコに素晴らしいウォーキングコースですね。なんか見て、ウユニ塩湖だよねこれはい、最近暑くてウォーキングが全くできていなかったので、今日はたっぷりたっぷりウォーキングをしたいと思います。あら、ルルちゃん、うわー、牡蠣がね落ちていますよ。牡蠣、ゴールはもうすぐです。さあ何があるんでしょうか。はい、見えてきました。ビーチが見えてきました。すごい景色、ほらちょっと香港っぽくない？上海とか香港っぽい。あ、綺麗な眺め。まさかのクラゲがいますよ、クラゲ。ほらルルちゃんがどんどん泳いでいってしまいます。どんどん泳いでいってしまいます。ルルちゃん、ルルは毎日スイミングができてさぞかし楽しいことでしょう。一生びしょ懸命。福岡朝の散歩でした。おしゃれなカフェ、パン屋さんに来ました。なんかうちの旦那がこっちの小道を入ってきたので、しかもルルと一緒に。あらまあ、あらまあ、素敵な素敵な、あらまあ、テラス席がありますぞ。なんですかここは。サラダ好きや。お散歩の帰りはパン屋さん、そしてルルも一緒に入れる系。すごいね、そこは海です。B さん最強説、やっぱりこういうサンダルだと足が痛くなっちゃうよ。やっぱ B さんはビーチサンダル素晴らしいんだね。海に来るときは B さんで来よう。